本日はお忙しい中、大勢の皆様にお越しいただきましてありがとうございます。ただいまからうさぎ大石山際勝三郎物語応援団結団式映画上映会を始めさせていただきます。私、司会を務めさせていただきます、上田商工会員所の寺田敏子と申します。よろしくお願いいたします。結団式開催に先立ちまして、ただいまから明日は君たちのもの連休を作ると題しましたビデオを皆様にご覧いただきたいと思います。昭和43年、上田第三中学校のクラブ活動で郷土史研究班の生徒の皆さんが信州上田が生んだ山際勝三郎博士を研究いたしました。その様子が NHK に取り上げられ、30分番組として全国放送されました。本日はその冒頭の4分間を上映いたします。なお、当時の郷土史研究班のリーダーは現在の上田商工会議所柳沢海斗です。長野県上田市は四方を山に囲まれ、千曲川のほとりに盆地上に広がるひっそりとした城下町です。その町の北の隅、太郎山を背にした上田市立第三中学校には日曜日だというのに学校へ集まり、そして町のあちこちへ散っていく生徒がいます。この生徒たちは世界で初めて人工的にがんを作った医学者山際勝三郎博士の伝記を作っている郷土史研究グループのメンバーです。山際博士は今から103年前の文久3年に山本純兵衛の三男として上田市の神原で生まれ、明治12年代々医者の山際家の養子となりました。明治21年に東大医学部を一番で卒業し、研究を続けた後に東大の教授になりました。そして大正4年、ウサギの耳にコールタールを塗りつけて人工的にがんを発生させる実験に成功し、今も世界で大きな問題になっているがんの研究に立派な功績を残したのです。そんな立派な研究をした学者を郷土の先輩に持っていたのに、上田の町の人たちも自分たちもよく知らなかったことを残念に思った郷土史研究グループは、今年の2月から博士の生い立ち、仕事、人柄などの調査研究を始めたのです。私たちは山際先生の小さい頃の様子を知るために89歳の北村雅さんを訪ねた。北村さんは山際先生とは直接話をしたことはなかったが、先生の妹末子さんとは大の仲良しでよく遊んだという。先生の実家の様子をぽつりぽつりと思い出して話してくださった。僕たちより前から山際先生のことを調べておられた大谷先生は、何度お尋ねしても一生懸命僕たちの質問に答えてくれる。時には患者さんが来ても
それを忘れて説明してくれる。患者さんには悪いが、先生の熱心さには頭の下がる思いだ。山際先生の研究の価値、山際家と山本家の成り立ち、そして両家のお墓について教えていただいたのが大谷先生だ。君たち、この研究を受け継いでいってくれ、頼む、といつも言われる先生の言葉が僕たちの胸に深く刻み込まれている。私たちは大学で山際先生に教えを受けたお医者さんの足立先生を公職士のお住まいに訪ねた。バスの中での50分間、私たちは足立先生にお聞きしようと思うことを今までに集めた資料を見て話し合った。明日は君たちのもの、電気を作る、いかがでしたでしょうか。もうちょっと見たいなっていう感じでしたよね。ありがとうございました。それではうさぎ追いし山際勝三郎物語、応援団長上田商工会議所柳沢健一郎会頭よりご挨拶を申し上げます。応援団長を仰せつかりました柳沢健一郎でございます。約50年前の大変恥ずかしいところをご覧いただきましたけれども、本当に私今嬉しく思ってるんです。それについてはこの後ちょっと若干説明いたします。皆さん本日は大変お忙しい中、うさぎ追いしの映画の、応援団の結団式、並びに試乗会にご参加いただきましてありがとうございました。また今日のこのメンバーなんですけれども、実はこの映画制作に、資金的なご援助していただいた方や、それから、ロケ、それからキストだとか、そういうご協力いただいた方々が約半数です。それからもう半分は上田市内にございます100以上の団体の代表の皆様、およそ約500名にお集まりいただいたということでございます。特にこの応援団の方、茂田市長はじめ、土屋議長さん、市議会の議長さん、教区長さん、また地方事務所長さんには顧問をお願いして今日ご参加いただいております。ありがとうございます。今の電気を作るというふうになってました最初で、これは私がたまたま中学第三中学校 の頃に、校長先生が黒坂周平先生でございまして、もうお亡くなりになりましたが郷土史家で有名でございます。で、朝礼といいますか、毎週、朝礼があるわけですが、そこで、京都の偉人の偉い方のお話をされた中にこの、山際先生が、出てきたという形であります。ただ黒坂先生もよくご存じなくて、今出てきた大谷貞夫さんという、今日お見えかどうか、大谷お医者さんのお父さんですけども、が研究をされて、その第1回目の、結果が、をご覧になって、あ、神原という山中の館内にこういう、立派な方がお生まれになったという方、お話をされたのがきっかけでございます。で、私ども指導をいただきました、石川光一さんという先生でございますけども、今東御市にお住まいですが、今日あちらにお越しいただいております。ちょっとよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。一番最初に出てきたこの本ですけど、この本の収出をほとんど石川先生にやっていただいたということでございます。どうして電球を作るかということになりますと、ちょうど第三中学校が北小学校の西側に曲がりしてたのをちょうど50年前に今の場所へ移りまして、図書館が広がったんです。で、その中に世界電気全集という講談社の本がありまして、50冊一つにで、世界の偉人、ナポレオンだったりナイチンゲールだったり、日本でも豊臣秀吉だったりと、そういう方々が、コーナーにありまして、
ただ一冊だけ、50冊の中で一冊だけ違う本があるんです。お一人だけ。でそれは師匠の方にお聞きしたら、どなただと思います、野口英世先生だけはあまりにも人気があるために全集の中でそれだけが早く買われてしまって、三中で揃えることができずに違う本を野口英世先生だけはあった。でこれは、日本人は大好きですけれども、そうやってやれば、その人の功績が残るなということでありまして、なんか柳川勝三郎についても、調べてみようというふうになりましたら、今日この後、出てくるかもしれませんけど、ちょうどその前の前の年に、ホルケ・ヘンシェンという方が、スウェーデンから来日されまして、で例の幻のノーベル賞でも、幻というか実際は山際博士にやらなければいけなかったというノーベル賞が間違えていましたというお詫びと、それから、山際先生なりに日本のガスがん学会への、お詫びという形で、84歳のご高齢でありながら第9回の、学会に見えて、そういうお話をされたと。でそれを聞きましたときに、野口英世先生の伝記も読んでますと、ノーベル賞の候補にもなりましたって書いてある。でだけど本当はあげなきゃいけなかったけども、あげることができなかったっていうのはちょっと違うんじゃないかなと。そうすると野口英世先生と同じか、場合によってはもっとすごい研究をされた方じゃないのかなというのが始まりだったんです。で、ただ実際に作れたのはこの程度のこんな薄いものだけだったわけです。で、なんとかこれを上田市内、それから全国の人に知ってもらいたいなというのが希望でしたけども、なかなか、その夢も叶わずに、私どもを卒業するし先生方も移られるということで、長い間、少しそのままでした。で途中で山際先生の検証会というのが上田でできまして、引き続き先生自身の、ご実績については検証されたと。で今から4年前に、神田愛子さんという方が、今日お見えかな、見えですないですか、いらっしゃいますね。私の高校用の5年先輩でございます。山川先生についての、本を、国土社からお出しになりまして、これが、産経新聞の新社賞をお取りになったということで、一つの願いは叶いました。ただなかなか、ご承知のとおり今活字離れでございまして、せっかく全教出ましたけど、みんなが知ってるわけにはいかない。その点今回、この映画化で映像としてやっていただいた。本当に長井プロデューサー並びに、近藤監督さんには本当に私心よりお礼申し上げたいと思います。これによりまして、地元はもちろんでございますけど、よく日本全国に皆さんに山際先生を知っていただけるし、本当に約半世紀かかった私の夢がこれで実現するんじゃないかなと。だから今日は私この試写会大変楽しみにしております。最後ですけども、私どもの応援団作ったというのは、そういうわけで、できるだけこの映画はたくさんの人に見ていただかなきゃいけない。で長野県は11月から、後で細かい説明はあると思いますけど、先行で、上映会あります。で全国では12月に入りますけども、ぜひ皆さんのお力添えいただきまして、まず長野県、地元上田市はもちろんですが、できるだけ大勢の方に見ていただく、そのための応援をするのがこの応援団という趣旨でございますので、ぜひ皆さん、ご協力のほどよろしくお願い申し上げまして、私のご挨拶をさせていただきます。今日はどうもありがとうございました。続きまして、応援団顧問の上田市長茂田井総一様よりご挨拶を頂戴したいと存じます。市長様、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。一日の仕事のお疲れの後ですね、本当にご苦労様でございます。顧問という立場をいただいておりますが、まずは来賓的な立場として、今日のこの応援団決断式ということで、山際勝三郎物語うさぎ推し、本当におめでとうございます。過去この上田地域からの偉人も何人もおられますけども、その中の最大の功績者のお一人とこのように認識をいたしながら、
長い、プロデューサー、また近藤監督のもとですね、素晴らしい作品ができたものと今日も楽しみにいたしておりました、先ほどお話したあったように、この封切りが11月から長野ですか、そしてその後は東京等に、つながっていくということでございます。上田市といたしましてもちょうど今年上田市政合併10周年というこの節目を迎えた中で、永井プロデューサーからですね、ぜひともうさぎお市というような映画を作りたいという熱意を込めたことを聞かされまして、それなら合併10周年記念ということも歌いながら支援をさせていただきたいなということで、議会の了解も得てですね、前進ができたところでございます。多くの方に見ていただくという入館者数、あるいはこの見てよかったなという評判がですね、これから全国への展開の中で大きな影響を及ぼすということも先般お聞きしまして、ぜひそういう意味でも皆様に今日見られた感想を率直にお伝えいただきながら、また使者としてですね、全国あちこちに、見てよね一声二声お声掛けをしていただければ大変嬉しいなとこのようにも思いました、いずれにしろこの映画がヒットされんこと、そしてこれまで、長年にですね山際勝三郎博士の功績を称えながらも研究やら本を出されたりいろんなことに関係された皆様のこの思いも盛りながらですね、これからのことに期待してまいりたいなこのように思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。次にこの映画のプロデューサーであります上田市出身永井正夫様からご挨拶をお願いいたします。ただいまご紹介いただきましたこの映画の制作やってました永井です。なんとか今日こうして皆さんの前にお披露目ができることを大変光栄に思っております。これも一重に皆様の本当にね温かいご支援があった賜物だと思っておりますということで、やっとこれが生まれました。しかしこれからまだもう一つ仕事なんです。これを育てることなんです。この作品を育てる力をまた皆様 のお力を借りなければできませんもんですから、何とぞ熱いご支援をいただいて、これを大きく全国にまた世界に羽ばたくように皆さんの力で育てていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。なお私はそう25年前ぐらいに、冬季落日ということで野口英世のプロデューサーもやってるんですけども、あまりにも山際先生が世の中に知られてないということもその発奮材料でありました。そしてもう一人ここに小川茂次郎さんが登場してきます。山際勝三郎さんと小川茂次郎さんは同い年で幼友達でした。これを知った時に僕はこの映画のこの二人の友情をうまく描けたらいいななんていうのがこの映画に取り掛かるきっかけでございました。そんなことも含めて、今日皆さん十分お楽しみいただいて、さらに温かいご支援をいただきたくお願い申し上げます。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。それではご挨拶最後は映画監督近藤昭雄様にお願い申し上げます。ただいまご紹介預かりました監督近藤でございます。私永井さんにですね、3年前にこのお話を聞いたときに、私でこんな難しい人でこんないい方の映画できるかとかって実はもう本当に不安で、永井さん僕で大丈夫だったら、いや近藤さん大丈夫だって永井さんに、今日皆様にロビーのところに、たくさんの参考書がございまして、それをずばーっと段ボール1本いっぱい私に預けられまして、じゃあ僕勉強して、永井さんこれ僕にできなかったらその時はごめんなさいね、だけどとにかく読んでみるよって勉強し始めました。映画の前ですのであんまり長いことをお話すのはあれですけど、一つだけお話します。よく皆さんにこの映画うさぎお市というタイトルはどこから来たんですかと、こういう質問を今まで何回も来ました。これちょこっとだけお話します。で実はその永井さんからいただいた書類の中に
西方町にあるその山際さんが、お住まいでた家の間取り図となりました。でその間取り図の中にですね、玄関にピアノ、あ、オルガンが置いてあったんですね。でそのオルガン部がどうも気になってしまった。そして今度はシナリオを書き始めまして、皆さんよくご存知のこの今回映画でメインセットになりました伊水館というところへ行きました。でその時もですね、これは玄関の隣の部屋に同じようなオルガンがあったんですね。で長谷さん、これもしかしたらこのオルガンなんかうまくこの映画の中で使う方法ないだろうかっていうことで、僕は長谷さんと昔この長野県のある作詞家の映画のこともこれは企画倒れになりましたけど考えことがあります。長谷さん、なんかあの有名な作詞家のがこの近所にいたよねって言って、この作詞家のことを思い出して、そして何かないかっていう時に、その前はいろいろタイトル考えました。もう奇跡のウサギだとかウサギに関するタイトルも考えました。でもいい題名なかったですね。それでこの曲を聴いて、よしって、これ多分ね、長谷さんシナリオライターですね。シナリオライターが曲を取り入れて、もういっそのことウサギを意識というタイトルどうかって言って実は決めたということです。これだけお話して、あと長くなっちゃいけません。これだけお話して、どうかゆっくり ご堪能ください。